に金のオッフルのジーパンは膝が破れて寒いけど天下の匂いがちょっぴりするぜ。隣の町のいじめっ子、おいらのジーパン見ただけで兵の影に隠れてしまう。屋根じゃ子猫もご挨拶、横丁歩けば魚屋のおじさん、押すと押すと声かける。おいらは喧嘩弱いけど兄貴のジーパン履くたびに腕がムズムズしてくるよ。